皆さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回は前髪を切っていこうと思います。今回、私流のね、前髪の切り方を紹介ということで、早速切っていきたいんですけども、見てください、この伸びっぷりを。やばくない？この、目にかかるような感じ。ね、本当にめっちゃ目にかかってるので、早速切っていきます。でね、まずは、このシュシュとかで、なんでもいいんですけど、ゴムなら、後ろの髪を止めます。後ろの髪がね、止められればなんでもいいです。はい。でね、ここ伸ばしてるんですよ。伸ばしてるというか、ここだけ長いんで、ここも省きます。まあね、切らないようにできれば OK です。でもし切っちゃいそうって人はピンとかで止めてください。で、ね、切るところを決めたら、ね、いや、まっすぐじゃないかもしれない。ちょっとやばいね、この長さやばくない？やばい。よし、そしたら、ここの長さをね、早速切っていくんだけど。まずはね、真ん中を切ります。このね、まず、ここのね、端を避けて、真ん中をね、ちょっと取って、私ね、真ん中、右、左で切ってる。いや、左、右かな。とりあえず真ん中は最初に切ります。とりあえず適当です。どうしよう、どれぐらい切ろうかな。このね、長さを前髪で調整するって感じです。そしたら今度ね、真ん中がね、切れたら横の髪を切っていきます。その長さに合わせて。それを繰り返しですね。はい。いや、めっちゃ長いね、私、今の髪、本当に。妹もやばいんですけど。こんな長かった。なんか、まっすぐにしたつもりだったんだけど、アイロンです。あらかじめまっすぐにしたつもりだったんだけど、結構うねってるね。まあ、いっか。またうねらせれば同じになるんです。ドライヤーしてくるべきだったか。もう少し切るか。この地道な作業の繰り返しですね。これぐらい？もっと？あ、で、下に引いてるのはティッシュですね。なんでもいいです。とりあえず。もっと？もっといっちゃう？これぐらい。ここに合わせましょう。
はい、ということでね、今回は私流の前髪の切り方を紹介してみました。でもね、あんま変わんないって多分思う方いっぱいいると思うんですけど、私は1週間に1回ぐらい切っちゃってるんですよ、本当に。だからこの長さをずっとキープしてる状態なので、2ヶ月に1回ぐらい切るって方はもっと切ってもいいかもしれません。私も1週間に1回とか2週間に1回切ってるので、はい、皆さんよかったらね、真似してみてください。まあ、真似する要素もそんなないと思うけど、シュシュ止めたりするぐらいかな。皆さんもだからね、ぜひ前髪を一緒に切りましょう。はい、ということで、それではバイバーイ。